今、アリケンさんがいたんで、クソ荒れてます。おい、なんすか多分今日一番コメント早かった。なんでデブ同士が抱きつかなきゃいけねえんだ。向かって。嘘だろ、お前。はい、お待ち遠しました。何持ってるの透明で見えないんだけど。え、持ってないっすかこれ。え、最悪。え、ちょっと待って、リログしてきていいっすかちょっと。ちょっと待って、これ見せたい、さすがに。いいっていい。なんでこれ、なんで絶対笑うから、これ。ちょっと、ほんと、ほんと、一回リログ、一回リログする。何これこれ、勝訴。勝訴。やば文字というよりデカさだ。デカさに笑うね。俺見えねえ。きょうちゃんの声は聞こえる。棚の上見て、棚の上。ここにいそうな雰囲気はしてるけど。棚の上だって、棚の上。え、いない。本当に。あ、出てきた。怖っ。え、待って。アイアンマンじゃないこれ色。気づいちゃった。え？かっけえ！おめえはやっぱ、俺の心をくすぐるようなコメントをくれるな。バリアイアンマンなんだけど。かわいいやつだな。ナルセのとこでカラーリングしたんだけどさ、ナルセはね、これ見て、おぉ、かっけえじゃん、ボーリングの球見てるなんか誰かいる。ナズピの声する。ナズピー。ナズピー。えぇ、ー、警察がーい。今ね、アセミの新人研修中なの。あ、そうなんだ。レン君のバイクでこれ。あおい、警察がこんなことしていいんか。てか、アリケンさん、ちょっといい？何？ちゅうみさん、一旦中身見せてもらいますよ。まあ、バカ、お前、善人だぞ、俺は。超善人。めっちゃ回復薬持っとるやん。そう。こんだけ死にたくないね、お前。ちょっと待って。絶対に受けるエモートしていい？受けないよ。受けた。おー、アリケンさんだ。どうも、あぶらぶらぶら。うちの配信、異常なまでのレン君ファンが多くて、今、アリケンさんがいたんで、クソ荒れてます。おい、なん、そんだけで荒れんなよ。レン君助けて荒れる、俺このままじゃ。はい、お待ち遠しました。本店ナンバーワンの、レン君です。これさ、マットの白の方が僕ね。マジかよ、レン君いないとき荒れてんのかよ、釈迦さんの配信。最悪やん。なんでもうこの店はもう看板娘レン君だからね、もう。ああ、あれなんだ。じゃあ、そう、5歳のガキが、おじさん、バイバイって言ってるみたいな。感じなんだ、釈迦さんの枠では多分。ドミニクじゃ人気出ねえらしい。ここ入ってきてアリケンさんいた時とんでもない流れ、多分今日一番コメント早かった。どんだけあれ。だとしたらそっちの方が好かれてるでしょ。どうだってね、ハズレドミニクやだな。ちょっと一応できるか見たいんでこっちまで持ってきて。ほらテディちゃん、これがダサいバイクだよ。うん、これダサいよ、このバイクね。テディちゃんね、真似しないでね。ああ、外務装飾じゃない？あ、じゃない？ちょっと待って、なんか、ね、踊りながらコーヒーが止まんない俺。どうしようこれ。この姿勢で治らん。本当すごいいいね。そうか。歩くの遅、何これ。え、ちょっと遅すぎる。じゃあ歩いてみて今。え、ちょっとベリースローとかいう歩き方やばい。遅すぎるマジで。気分落ち込んでる時。気分X さん押して。じゃあ俺の走り始めみて。え？もう運動と不得意な人や。レン君ってランクなんぼなん？私ゴールドタッチが最高やね。俺今なんぼだったっけ。この間カスタムやった時めっちゃ足引っ張ったよ私、アリケンさんと同じチームの時。嘘、全然記憶にないんだが。あ、じゃあ初対面だと思われてたんだ。いや違う違う、そっちじゃなくて足引っ張ってるっていう概念がなかったってことよ。ああ、そういうことね。そうちなみにカスタムの後にストリートファイターの話実はしたんだよね。覚えてる覚えてる、懐かしいね。なんでずっこけんだそんな。じゃあこれリクエスト来てない、なんか出た。これあれでしょ、俺知ってるぞこれ絶対。デブ同士が抱きつかなきゃいけねえんだよ。絵面きついって。こんなとこうちの門に見せらんないってやめてって。おい、ディズニーランドの目の前で写真撮るカップルやったよ。ちょっと待って、これはクキョちゃんから見せらんないってやめろって。おい、よいしょよいしょ。見せてみて、みんな見てみて、みんな見てみて。はい、キョちゃんから。え、ちょっと待って、俺死ぬ。なんでだよ、おい。おい。
おいケツ触んなよ、クラッチさん。わしづかみやんけ。なんで俺デブとしかやってねえんだよ、これ。あれ、釈迦さんまたなんか見た目か、あれなんか、誰だ。いや、違う、これハンターハンターのモラウ。釈迦さん、これ承認して。はい、モラウをお持ち帰り。やだ。なんか話し方もなんか。やだ。やだ。ちょっと嫌そうじゃん。やだ。やだ。打ってみたいわ。白マント先生打ちて。いいよ。パンチってスペースキーでかわせるんですよ。白マント先生。オッケー。こんな感じ。もう一回。いやもうふらついとるやん。もう一回。ふらついとるやん。俺がかわしてみせる。弱弱マンタ先生。目的地まで送って目的地着いたら拾うか、どっちがいい？もう一回やって。嘘だろお前、お前嘘だろお前お前大丈夫か、これ俺死なないかこれ。頼むって。